の新宿駅からおはようございます。まだ7時台じゃのう。今日はこれに乗るんですか？はい、今回はホリデー快速、奥多摩駅に乗ります。奥多摩って東京の果てじゃろ？東京都なんですけど自然の中ですね。じゃあとりあえず乗りましょうか。はい、乗車しました。乗った車両は E233 系0番台。都内の中央線では主流の車両です。液晶は4対3の古めかしい感じです。最近になってトイレが設置されました。長旅をするときには嬉しいの。今回は90分のロングランなのでこれは嬉しいですね。お、新宿を発車したの。この新宿の都会的な街並みからかなり辺境への地に行くんですね。新宿から終点の奥多摩までホリデー快速奥多摩号に乗っていきます。ところで奥多摩号と秋川号に分かれているのはどういうことせ？拝島で分割して青梅線と五日市線に分かれるというわけです。さて、西武新宿駅の脇を通過してここから西にそれます。いよいよこの快速の始まりというわけじゃな。スピードが上がってきましたね。ここから三鷹まで中央線各駅停車と並走しますよ。お、もうすぐ中野か。5分ほどで中野に着きます。中野の次の停車駅は三鷹駅です。いよいよ23区を出ますよ。ついにここから辺境への帰省。まだ全然ローカルな雰囲気にはなりませんよ。中央快速線が軽快に中央線各駅停車の駅を通過しています。通過するのはいいですね。奥多摩号は通過駅が多めに設定されています。乗ってて気持ちいいの。まもなく三鷹駅です。ここからは中央線各駅停車がなくなり、快速種別の停車駅も増えます。あれ、ここでかっ飛ばすのはおしまいなのかの？安心してください。立川までは中央特快と同じ停車駅なので依然として早いままですよ。それなら快速の何恥じない走りを見せてくれそうじゃの。そうですね。不穏な空気出すのやめてくださいよ。列車は国分寺を出て次の駅は立川です。立川で中央線とはお別れです。ここからは青梅線かの？青梅線に入りますよ。いよいよですか。てなわけで青梅線内に入りました。地上になってますね。他にもこの区間から単線になるなどローカル感が増しますよ。言われてみればオフィス街から住宅街になった雰囲気が漂うの。そして列車は中上駅を通過。青梅線内も中央線内に負けないくらい通過駅が多いんですよ。さて、次の駅は拝島です。ここから先は奥多摩号と秋川号に分かれるからご注意というアナウンスが流れます。次の駅で正しく乗れないと冷静なことになりますね。それぞれの行き先に気をつけないといけないの。拝島で切り離しの作業を行っています。連結シーンや離合シーンは見入ってしまいますよね。気持ちはちょっとわかる気がするの。いよいよですよ。お、いよいよ別れたの。秋川号と別れました。乗るのはこっちじゃな。どちらも見た目が同じ E233 系0番台なので方向マークとか見分ける必要があります。あ、別々に発車していくんですね。親切な案内表示じゃの。あ、ちなみに中央線のトイレは後付け仕様です。窓を埋めた跡がありますね。違和感はどうも否めないもんじゃの。トイレは着きましたが、現状オールロングシートなので遠距離路線としてはちょっと微妙です。座席は変わらなかったんですね。2023年度からは10両編成の車両にグリーン車が2両増結されるらしいですけどね。お、ドアが閉まったの。次の駅は福生ですか？五日市線と分かれました。奥多摩。ここからは大回り乗車では踏み込めない領域に入ります。ここから本数が少なくなりそうですね。いや、割と本数は確保されていますよ。12分に1本くらいは来ます。意外にも来るものじゃの。福生の次は青梅です。拝島から福生は5分ですが、福生から青梅までは12分ノンストップです。というわけで青梅に向けて飛び立ちました。車窓はまだ住宅街じゃの。車窓が本当に美しくなるのは青梅から先ですよ。それなら期待ですね。快速ともあってまだ通過駅はありますが、中央線と比べて速度はだいぶ遅めです。キビキビした動きがないの。でも12分間隔の単線にキビキビした走りの快速を求めるのは野暮かもしれません。言われてみればそうですけど。
ですが、低音でうなるモーター音が聞こえることは鉄道ファンにとってはいいことなのかもしれません。今私は耳がゲーミングしそうな勢いで幸せです。幸せなのはわかりましたから、ニヤニヤしないでください。でもさ、233系のモーター音ってなんか良くない？私はめっちゃいいと思うんだけど、私だけ。いや、この233系独特のモーター音では36回はいけ。間もなく青梅駅に到着します。青梅からは6駅飛ばします。終始らしい快速が続くのですが、ここから先はさらにスピードが落ちます。快速なのにそんな速くないってことですか？そうなんです。青梅を出ると向こうには奥多摩の山々が見えてきます。ここからは本数がぐんと減り、40分に1本くらいの間隔になります。約3分の1にまで。でも乗降客数もかなり減るので、妥当っちゃ妥当かもしれません。だいぶ差のある路線じゃの。どんどん景色が雄大になっていきますね。ここ東京都なんじゃろ？青梅線は全線東京都ですよ。ここでも列車は飛ばします。現在戦畑駅を通過中です。今発音おかしくなかったか？夜メロンからこう言えって言われたんです。線形が悪いのか、快速っぽさが皆無の速さで駅を通過していきます。ゆっくりじゃの。今さら行って森が見えましたけど、その駅を通過しているんですね。はい、次が御岳です。にしても本当に美しい景色じゃの。新宿から一本でここに来られるなんて信じられないですよね。御岳停車、結構降りました。停車時間がそこそこあるので撮影タイムです。東京アドベンチャーラインのロゴが貼られた反対方面列車が発車しています。こんな山奥に割と新しい車両が来てるってのすごく違和感があるの。意外かもしれませんが、これ2006年デビューの形式なんです。思ってたより昔ですね。この列車は立川駅ですね。この辺りはほとんどが青梅駅なのでちょっと貴重です。御岳駅周辺にはいろいろあるらしいですね。たくさん降りた原因は観光地としての需要もあるからってことっぽそうじゃの。山登ってみたいですね。今回は登れる時間もないので登りませんが、良い景色ですね。次がいよいよ終点です。ゆっくりながら確実に登っていくの。御岳から奥多摩まで約100メートルの高低差があるそうです。もはや登山鉄道、青梅登山鉄道ですかね。しつこいようですが、新宿から乗り換えなしです。かくれんぼして逃れなさそうなくらい緑がたくさんですね。大変ほぼ緑で統一された忍者って条件として有利すぎません？そうじゃそうじゃ、黙って一斉にしのしのされるがいいの。いよいよ終点の奥多摩に行きます。もうか、もうって言っても実際御岳から奥多摩まで15分くらいはかかってますけどね。奥多摩に到着です。ここから登山する人、ただ観光する人などそれぞれが奥多摩を楽しみます。今回夜メロンは休日お出かけパスを使ってます。範囲内になってるのは嬉しいですね。夜メロンは奥多摩で何したんじゃ？改札も通らず3分で引き返しました。もったいなさすぎませんか？まあそこら辺は個人の楽しみ方ってわけです。まあならいいですけど。というわけで以上、ホリデー快速奥多摩号でした。同じ東京なのに乗り換えなしですごいところに行けましたね。新しい車両とのギャップも面白かったの。奥多摩地方に行くときは早起きしてこのホリデー快速にも乗ってみてくださいね。じゃあ今回はここまでにしましょうか。チャンネル登録、高評価、次の動画のチェックも忘れるでないぞ。それとしのしのすることも。無料だよ。928は電光一等国連邦命令卓球しようよ。かつてに存在役者がネックしなっちまかわり。味噌汁40分は連絡がない。